ず、ここでいっちゃったのね。ファンも思った、間違いないと思うよ、間違いないと思いたい、俺は思いたい。はいさーん、はいさーん、はい、行きました。わかりました、あの間が、あの間わかりました。ここも大事ですよ、1回33、止まって止まる。ファンも思った、イエーイレインボー100いけ、すごい、やばい、はい、364、いいスタート、いいスタート。これいただいたな、投資19本全然取り返せるよ、364ゲームもあったら。ありがたいです。またテンションありピクピクさせちゃう、お見事です。結構ゲーム数使えますね。あ、やっとどの組み合わせがいいんだろう。アネモネは強っ、カーン、早い、この組み合わせ、違う、もう一回戦わせてくれるみたい。勝った、歌流れたもん、確定でしょ、やばい、ほらいいことあるもんだね、来た来た来た、知り分かれませんでした、あなんかこういうイメージ、普通のお尻ペンペンってあんまりね、ドカンっていかないよね、でもいいんです。お、次神楽さんで、まあ、こう消化してきまして、あと残り10ゲームです。で残り7になるとカウントダウン7という、ゾーンに入ります。この次からですね。でこの最中はあとまあ7ゲームあるよってことなんですけど、 AT がこの7ゲーム間の音が止まると連チャン確定で、この初回セットは 50% で連チャン抽選が行われます。あ、音消えた、当たりです。でもこれ 遅ければ遅いほど AT を長く消化できるんで、1ゲーム目に、ね、音止まると嬉しい反面ちょっと切ないというね。どこだ、これか、よいしょ、残念、34だったりすることもあるみたいで、4だったらアップ確定です。ケツの数字が4とか2とかになることがあるらしくて、その場合は次のもう1個上のゲーム数に行くのが確定するらしいです。僕も1回だけ334っていうのが出て、その時は666まで行きました。さあまたカウントダウン7の、お時間でございます。2セット目以降は 66.6% で連チャンします。で本当にね、このカウントダウン7内で告知発生することがね、あんまないっぽいんですよね。
やばいぞ、ほらあと2ゲーム、ラスト消えないで、ダメだと思うじゃないですか。ダメだと思いきや、この通常時に、まあ、次もうちょっと消化すると通常時に戻るんですけど、そのタイミングで告知が発生することが多々あるんですよ。多々、てかむしろそれでしかほとんど連チャンしなかったんですね、前に打った時は。で多分2回、9万薬取りこぼすと終わるんですけど、この終了準備状態なんですけど、今がね2回取りこぼすと準備状態が終わるんですけど、これ多分2回目なんですよ。でこう取りこぼして手離すとここが光ることがかなり多くて、ほら当たったね、当たるんですよ。だからよくわかんない、これがその 66.6% の抽選で連チャンしたのか、終了準備状態に戻るときになんか連チャン抽選みたいなのしてるのか、どっちかわかんないんですけど、とりあえず当たりです。カウントダウン7の意味合いがよくわかんない。まあ連チャンしてくれたらね、何でも嬉しいんですけども。ほい。いやー、ひりつくわ。AT って基本まあ1セット33ゲーム、1ゲーム3枚増なんで、AT に入る7が揃う前の準備状態合わせても1セット平均ほんと100枚ちょいぐらいしか取れないので、普通に33ゲームの AT が連チャンしてたらまず勝てないです。まず、まあ、負けますね。なんだろう、ちょっと気を紛らわす程度の出玉しか取れないので、やっぱどっかでファイヤーが絡んで、でかい初期ゲーム数取るか、あるいは消化中になんか7がね左から順押しで揃って突破ゾーンに行くか、それかフリーズ行くか、もう本当そのどれかです。何かしら絡まないとほぼ 100% 負けます。そこはもうね覚悟しなきゃいけない、引けなかったら自分が悪いと思うしかない。多分設定と関係なく負けますね、それはその状態になって、そういう流れになったら。よーし、行くぞ。消えない。消えない。あ、消えました。最終ゲームの33ゲーム目の前停止後に消えました。これは初めてのパターンですね。大体今レバーで消えるんですけど、音は。さあ連チャンです。4連目かな。右から止めてください。えい、なかなかダブルはないですね。っていう風になる台なんで、そういう風にしてる人がもしいても不審者だと思わないようにしてくださいね。そういう台ですから。むしろ分かる分かるって気持ちを共有してください。それが正しい楽しみ方です。ああよかった。組み合わせは誰がいいの。レイラ、神楽も強いから。はや、お、お、
上手、バトルに入れるのだけ上手。またリプレイ来た。そうそう、落ち着け落ち着け、ダメー、まだまだまだ、よしよし、ひどくね。お、来た。あ、マリアだよ、これどうなの。あ、あ、あ、あれ出たよ。赤いやつ、赤いやつがいい。今行け。あ、全部なくなった。嘘。嘘。何これ、あんのこんなこと。8個も。うっそ、あー勝ったけどお尻狩りじゃなかったね。ちょーびっくりした。すごいびっくりした。神楽はちょっと多めに叩かせて、お願い。まあ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 、残るはちょっと私の中では弱めなキャラですけども。さあ、また連チャンしてくれるでしょうか。ラスト。ああ残念。でこの終了準備状態の時ってリプレイフラグを引くと必ずあの停止音が鳴って出て出みたいな停止音が鳴ってリプレイが揃うんですよね。だからそこもなんか抽選してんのかなみたいな感じがするんですけどね。あ、必ずじゃなかったですね。必ずじゃないんだ。だいたいなんかね、ミドルリーチぐらいまで行くんですけどね。逆にしない方が熱いのかな。さあ光るかどうか。あ、残念、連チャンなしです。4連。まあまあまあ普通平均連チャンぐらいかな多分。ささくれが僕結構ひどいんで常に爪切り持ってるんですよ。痛いでしょ、だって大体それでひどいことになってきたんで、この三十数年の人生で学んだわけですよ僕は。ささくれは引っ張っちゃダメって。強リップ。ああああ、76なら出てるよ。マイナス1。全長濃厚じゃないこれ。全長濃厚ですよ767は。お、来た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 。揃わずに回りました今デジタルが。
767が出た後に、リプレイ揃わずに 回ったからこれはもう多分当たりでいいと思いますこれは当たりでもういいと思います。12の21も厚かった気がするぞ。23、19、違う14 それ言いたいだけでしょ。来るよ、あ、来ない。6566じゃないか、676だな。いいの656もチャンスだけど、開いた。あー気持ちいい、にやけますねキャメラマンが拍手ですよ。あんまないっすね、そういう番組。はい、ダブルはなかなかないね。上がれ、上がらない。やっとの吠えでバトル行ったのに。さあ、ヘッドナガ。あー来た、こら。ほら。剣強いもん。あ、外れが言うてますよ。同じ色同士だね。まず7、まあ、あとはシャノンです。問題は173ゲームで倒せるかどうかなんでね。結構モコモコさんでゲーム数使っちゃったから。今回はどうか。前回打った時が6回とか初当たり引いて1回しか連チャンに行かなかったので、今回はその帳尻合わせをしてほしいな。消えない。あー消えない、マジかよ。そう、こうやってね揃うことが多いんですよ、このゾーンは。
でも当たんないんですよね。ああ連チャンした。気持ちいい。取りこぼし1回でも行くんですね。右から止めてください。すごいシンプルでしょ。これだけです。これの繰り返しですからね。楽じゃないね。楽じゃない。さあカウントダウン7。66.6%、3分の2で連チャンです。よっしゃー、連チャンでございます。これあれですかね、中段のリプレイ引いたからなのかな。そういう時は優遇されるのかな。さあ分かりませんが、これ3連目ですね。今回の初当たり、右から止めてください。おい、ドキドキする。さあ連チャンなるか。ラスト消えろ。あー残念ですが、まだわからないよ。さあここでつくかどうか。あ、つかない。なんかつかないのが意外みたいな言い方しちゃったけど、つかなかったです。3連で終わり。やっぱ現状維持というか、使った分戻すぐらいが関の山というかね、精一杯ですね。33ゲームしかないと。
標達成した。高三になったよ。高三になったよ。なんだ、前のこと嫌い？ねえ、前のこと嫌いなの？1600枚。こんな出てんの？あ、来た！あぶねえ、あぶねえ、飲まれるとこだった。銀座スタイル、銀座スタイル、幸せを育んでこう。